相手が引き込んでくるのを大内刈りからすかさず袈裟固めに入る。立ち技から流れるように寝技に入る。立ち技から取る腕絡み。相手が亀の姿勢になった時の腕絡み。相手の握っている帯を切って逆を利かせながら肘を吊り上げて決める。寝技は抑え込み、締め技、関節技の三位一体となって活用して初めて固め技の効果を発揮する。抑え込みのことわざに袈裟に始まり袈裟に終わるとある。抑え込みの基本技である袈裟固めを紹介しよう。袈裟固めの決まり手である。相手の右腕を十分に引きつけ、左脇に抱え込んで相手の背中を畳につけさせ、半身にさせない。そのためには相手の右腕が動かないように中袖を絞り込んで袋取りに握る。相手が逃げようとして右腕を抜くのを防ぐため、その肘関節が曲がらないように自分の左腕を相手の右腕に巻きつける。両膝は軽く曲げ、常に右膝が相手の右肩先に密着するようにする。袈裟固めのバリエーションを紹介しよう。腕絡み、後ろ袈裟固め。立ち技から寝技に入る。立ち技で相手の体勢を崩して素早く腕ひしぎ十字固めに入る。大内刈りで相手の体勢を崩して肩固めに入る。立ち技で勝負が決しない場合、積極的に流れるように寝技に入って相手を制する。外巻き込みから袈裟固めに入る。
腕絡みに制して抑え込みに入る。亀の姿勢に対する処理は様々な角度から研究されている。3本の指を一つにして、これを切りを持って、相手の手をえぐるようにぐーっと持っていって、相手の襟を握ってこう締める。左手で襟を握り、右手をこじ入れて、今度は相手が顎を下げた場合、このテコの利を利用して、手首をグッと上げる。相手が首が上がる。そこをギュッと締める。相手の襟を急激に引っ張って左手を差し伸べて、右手で、相手の肩を押しながら手首を握る。そしてその肩を相手の方にグーッと押して左手を上げる。左手を振り込んで、この手を引きながら大きく、右手を左手を差し込む。さらに右手を握って、この、相手の手を振り除き、一気に後方の右や腕通りに右足を突っ込んで返す。ここで決める。今の技を実践の動きで見てみよう。立ち姿勢から取る腕絡み。下から取る腕絡み、上から取る腕絡み、亀の姿勢に対する腕絡み、腕絡みは関節技の中で腕ひしぎ十字固めとともに効果の大きなもので、他への連絡変化技も多い。相手がこの手を元に戻さんとするときに、左手で相手の手首を押さえ、さらに右手を回して、肘関節の下部に当て自分の手首を握りひねる。腕絡みを捉えたら、まず相手の自分の帯を握って、これを、自分の方向に引いて、今度はさらに、右手を添えて自分の手首を握り、ぐーっと相手の手が逆になるようにする。まず腕絡みを捉えたら足を抜いて、今度は腰を高めにして、左手で相手のお腹を押さえながら体を回転させて、相手が腕ひしぎ腕固め、僕の体を上げようとする場合に体を預けて、右肘で相手の肘の裏側を挟み、体を伸ばして相手の肘関節を取る。